はい、どうもことです。今日はねマイファーストストーリーのミッシングユーの解説をしていきます。でちょっと訳あってこれ2回目の撮影なんでちょっとサクッといきます。チューニングがドロップ C シャープですね。1音半下げ、6弦1音半下げの後の弦が全部半音下げです。下から順番に言うと、6弦が C シャープ、G シャープ、C シャープ、F シャープ、A シャープ、D シャープです。で BPM が190です。でね、この曲なんですけど結構楽器隊はすぐいけると思うんですけど、いかんせんボーカルがちょっと鬼のようにキーが高いんで、まあ、無理せずキーを下げることをおすすめします。なかなかねこの曲まるまる歌えるボーカリストってあんまりいないと思うんで、喉を潰さないためにもねキーを下げましょう。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。バッキングの方からいきます。はい、ここはパワーコードですね。じゃあルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が6弦の開放です。次が6弦2フレット、次が4フレットで、最後に2フレットのブリッジミュートですね。この主頭の部分をブリッジの部分に当てて弾くとこれズンズンした音が出るんで、でそのまま進行は一緒ですね。はい、じゃあそんな感じです。あとちょっと細かいんですけど、多分ねストロークなんですけど、ワンツースリーフォーワン、ワンの頭で入ってるのと、その次がワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンワンツースリーフォーワンってちょっとこの半音早いんで、まあ、食い気味でいくんですけど、まあ、結構バンドでやる場合ね、これ揃えないと音圧も出ないし、その縦のラインが狂うんでちょっと、なんかもやっとします。こういうところ細かいんですけど、ここを揃えていくことで結構バンドとして良くなるんで、よかったらやってみてください。ワンツースリーフォー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 みたいな。はい、じゃあそのままちょっとリードパートいきます。はい、じゃあここの部分ゆっくりやっていきます。最初の音が、3弦の9フレットと2弦の10フレットです。これを小指と薬指で僕は押さえてます。でそのままオクターブに入るんで、薬指と小指の方がやりやすいと思います。ここからオクターブですね。じゃあゆっくりやります。はい、じゃあここも気をつける部分としては、まあ、さっきも言った通りこれも裏で入るんで、ワンツースリー、だからできるだけアップから入った方が、まあ、リズム取りやすいと思います。
はい、まあそんな感じで、じゃあ次は、A メロか。 A メロはアルペジオです。はい、ここはね歪みを抑えてクリーンの方が綺麗です。じゃあちょっとゆっくりやっていきます。最初が4弦の12フレット、2弦の10フレット、1弦の9フレットです。で次が4弦の14フレットと3弦の13フレット、で次2弦の10フレット、その次3弦の11フレット、2弦10フレット、1弦9フレットです。その次そのまま1弦だけを12フレットにします。じゃあ続いて次のパートいきます。ごめんなさい、ちょっとヨレヨレですけど、ここはねブリッジミュートのブリッジミュートですね。じゃあ最初の音が6弦開放のブリッジミュート、次2フレット、次4フレット、で最後の、オクターブ奏法なんですけど、5弦の、9フレット、7フレット、12フレット、11フレット、7フレットです。そんな感じです。あとはサビ前やってサビいきます。はい、これも全部パワーコードです。じゃあ進行だけいきます。最初が、6弦開放、あ、全部パワーコードです。次5弦の開放ですね、まあ、A の形です。次2フレット、次最後4フレットです。これの繰り返しです。多分こうです。ちょっと適当なんで、聞いてください、あの音源を。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。で最近ね、ライブ、YouTube のライブ配信とか、まあ、雑談したり、あとバンドのスタジオアコースティックライブっていうのをね、日曜日とかにもやってるんで、よかったらそっちも見てください。よかったら下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あと僕のバンドのホームページもあるんで、よかったらチェックしてください。ではまた。